リップとハンカチ。ビジはカバンがちっちゃいっていう。スパイラルガールさんの衣装を着させていただいています。全体的にすごい秋冬っぽくてカジュアルで可愛い衣装になっています。で今回はゲストで後ろめらさん、応援する石山愛子さんを呼んでみました。いらっしゃいませ。I've been moving along, singing my song, running around, ain't nothing wrong. Ah ah ah, I live long day. I said ah ah ah, I live long day. Baby got her shoes on, she wants to move. Looking for trouble, honey, is it you? Feel the world under her feet, all the cracks up in the concrete. Take a step back, she's coming through.Shady, she's on the run. Maybe, just maybe she'll find the sun. I'll be live long day. I'll be live long day. I'll be moving along, singing my song. Running around, ain't nothing wrong. Oh, 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 I'll be live long day. I said, oh, 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 I'll be live long day. Oh, oh, you can't catch me, no, oh, oh, oh.はい、じゃあどなたから行きますか。じゃあ私から、はい、お願いします。まずちょっとネイルから見てもらっていいですか。結構長めですね。そうなんです。これも短くなりました。そうなんですか。そうなんですよ。結構マグネットネイルで流行りに、やってますよね今。すごいしてます。かわいい。最近やったばっかりです。最近やったばっかりです。そうなんですね。ネイルはピンセットの代わりになる。マジピンセット言ってました。もうカラコンも爪で。そうですよね。カバンの中身もいいですか。まあまあ、あんま何も入ってないんですけど、充電器と携帯、大事ですね。そう、モバイルバッテリーと財布、すごいキラキラ、クリップとなんか目薬リップ、結構カバンいつも大きめですか、ちっちゃめですか。めっちゃちっちゃめです。これ今日これでしか着てないです。本当ですか。そう、あとはリップと、大事ですよね。イヤホンとぐらいですか。全然いつも何も入れてないです。ちょっと見て、結構リップだけみたいな感じです。はい、そうなんですね。まあ、崩れないようにめっちゃがっつりギャルメイク、あんま落ちないからこのままです。結構荷物は少ない派なんですね。めっちゃ少ない派です。カバンも、今日はどこのところですか。これはグレイルさんのやつでめっちゃ使いやすいです。いっぱい入りそうです。そうなんです。確かに超使いやすい。はい、じゃあ次マーヤ紹介していきます。ネイルがこんな感じです。おい、マットですか。マットです。いや、秋っぽい。秋冬っぽいですね。そう、秋冬なので、なんかボルド、赤っぽいネイルしたことなかったんですけど、そうなんです。めちゃめちゃ似合ってます。似合ってる。はい、初めて赤っぽいネイルしました。長さはいつもこのぐらいですか。うん、いつもこのぐらいなんですね。スクエアめっちゃ可愛いです、ね、そう、常にスクエアで、常にスクエアだね。スクエア可愛いですよね。可愛い。カバンの中身もいいですか。私もめっちゃいつもちっちゃいの。そう、ちっちゃい。カバンちっちゃくて、え、これだけで来たんですか。これだけで。ちっちゃい。ビジはカバンがちっちゃいっていう。マスク、大事。充電器、充電器で、充電器で結構な場所占めますよね。あとお財布、あとメンティア、わかるわ。と、あとリップと、同じだな、内容。あと目薬。めっちゃ同じだな。やっぱカラコンしてると目薬大事ですよ。絶対大事。以上です。
少ない、本当に結構少ないんです、ね、そう、いつも絶対バッグはちっちゃくしちゃう、まとめてみたいな、必要最低限って感じです。そうです、結構この柄が好きなんです、クロコダイル柄みたいな。じゃあたま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 、そうそう、超たまたまって感じです。ありがとうございます。すごい充電されそうな充電器です。できるね、そんなの。じゃあ次、後ろの方お願いします。後ろななです。じゃあ、私のネイルはこんな感じです。すごいキラキラ、ゴテゴテ、かわいいですね。最近やった、あ、最近じゃないです、3週間の時間前ぐらいだから、今週買います。おー、最後にお披露目、お納めです。かわいい、お納め。じゃあ、カバンの中身を紹介していきたいと思います。なんか皆さんすごいちっちゃめですね、カバン。ギャル、カバン大体ちっちゃい。ハンカチ、充電器、充電器、かわいい、あられちゃん、そう、あられちゃんで、財布、うん、おニューのね、おニューの、はい、新しいですね。そう、おニュー、ここ、ミンティア、同じだな、入ってる、え、思った、ね、バンドエイド、うん、女子力がすごい。で、リップたち、うん、で、エアポッツ、うん、と、イエローカード、エアポッツケース、はい、キーケース、ハンドクリーム、え、結構入ってますね、思ったよりめっちゃ入る、未開封のミニアとカイロ、これだけ。めっちゃ入ってますね、結構私入れちゃうタイプなんですよ、パコパコ、だから、うん、この中に全部入ってるってすごいですね、うん、めちゃめちゃ大容量に入る、驚かれます。女子力がすごいね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんかこれだけはいつもカップに入ってるみたいなのありますか。これだけは、プレートカレーと、それと、これ。あ、必需品なんですね。これは絶対に入れときたい。いつもパウダーとかも皆さん持ち歩かない。リップだけ。うん、持ち歩かないと思う。そうなんですね。うちが色ついてればいいかな。どうにかなるよ。そうですね、どうにかなる。確かに。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、今回の